チャベスという地元で慕われているコカ農家が住民を説得してマドレコカに反抗しようとしている。絶対に彼を死なせてはいけない。君らは誰だ？マドレコカの差し金か？悪い予感でもしたのか？それでは質問の答えになっていないな。止めに来た。あんたが間違いを犯す前に。間違い？止める？いつから仲間を助けるのが間違いになったんだ？演説をすれば死人が出る。簡単な話だ。マドレコカの連中が来て、ここは血の海だ。だから黙ってろと？それが答えか？いや違う。それじゃあマドレコカと変わらない。邪魔するな、アメリカ人。仲間に言うことがある。こちらノマド、農業組合にいる。チャベスは俺たちの警告を無視して演説をするつもりだ。判断軍によると彼は真の革命家だそうよ。このままじゃ殺されるぞ。カルテルがこんなことを見逃すはずがない。何としてでも彼を守って、そうすれば本気でマドレコカを止めようとしてるのが分かってもらえる。了解。反乱軍に増援を要請した。コピー、部隊を向かわせた。カルテルが来る前、私たちは誰にも支配されていなかった。自由だった。コーヒーの種をまき、誇りを持って農園の仕事をしていた。だが今はどうだ。あの悪魔が、マドレコカが何をしたか。全員伏せろ！伏せるんだ！仕留めた。撃っていいぞ。ターゲット排除。厄介だったな。武器を下ろせ、みんな。ここでは誰も怖がらせるつもりはない。ボーマ、任務完了。チャベスは無事だ。よくやったわね。引き続きマドレコカの活動を調べて、コカの葉の行き先と輸送するまでの保管場所が知りたい。了解、すぐ取り掛かる。